こんにちは、石山浩司です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日は質問が3つですね。1つ目、夏場の電力需要の逼迫どうなったんでしょうね。本前からすでに報道なし。1、電力需要の逼迫は何かの予告か脅しだと感じた。質問の2つ目、それなりに備蓄してきたんですが私の努力は無駄か。年内の食料危機を想定ピッキングのアルバイトもやめた。意味がなかったかと。で、1、意味はあるが仕事はすべきと。質問の3つ目、ドル崩壊の実現性とその対策。ドル崩壊するとやはり米国株式市場も崩れてしまうか。個人的にはドルの価格安は株高を生むと思っています。いろんな話を聞くと株高には止まらないような感じがします。1、ドルは崩壊とかにはならない。二極化はロシア、中国と世界は分断されそれぞれ生き残るということで、3つのご質問でお話をしていきます。で、質問の1つ目非常に大事なんで、これ大事すぎる感じです。で、夏場の電力需要の逼迫どうなったんでしょうねと、お盆前からすでに報道なしということで、電力の需要の逼迫は自分の中では何かの予告か脅しだというふうに感じてます。で、端的に言うと第7波の予告だったのかなという感じです。予告ということは何か巻かれた可能性すらあるというのが第7波です。で、もともとこれ欧米 NATO 連合が何やってきたかというと、原爆投下2発と、で、東日本大震災、その前は阪神・淡路大震災と。で、あの頃ちょうど宮崎勤とか榊原生徒とかが出てて、もう連続殺人が起きてたと。で、これ何かっていうと、もう霊的コントロールの操作をやっていたのかなと、テストなのかなという感じです。で、これもう何言ってるか分かんなくていいんで、このままスルーします。で、その前に日光ジャンボ、トロンという OS システムとプラザ合意ですね。これはもう喋りすぎると危ないんで、日光ジャンボとかがあり、最近だと銀行のシステムが不具合が多いとか、 AU がダメな時があったとか、電力逼迫も含めて、何かしらの攻撃を受けていると。で、攻撃しているのはロシア、中国系か、もしくは欧米 NATO 連合なので、日本にとってさまざまな攻撃が起きているというのが今の現状です。で、これを電力の需要の逼迫ニュースみたいなことで気をつけましょうと、出かけるのをやめましょうと、節電しましょうと、家にいましょうということが第7波の予告だった可能性があると。で、当然コロナとコロナワクチンっていうセットになっているので、ここのことはもう散々述べたからこれ以上言わないです。でも、どうなるかはメリットデメリットをよく考えてくださいというのが答えです。で、質問の2つ目、備蓄のことと食料危機を想定と、ピッキングのバイトをやめてしまったということで意味がなかったかということなんですけど、意味はあるけど仕事しないとお金がないんで、非常に困るよねっていうところと、備蓄もありなんですけど、備蓄ってどれぐらいの期間持つのと、1年間持つのかって言った時に、多分1年持つ人って誰もいなくて、そうすると、食料を自分で取れるようにしなきゃいけないと。で、私のおすすめは川とか海のそばに住んで、川より海だと思うんですけど、魚を取れる生活を探していくという感じ。海のすぐそばに住みすぎると津波の恐れもあるので、そこそこ離れていればいいかなという感じです。で、ここで大事なのはお金なので、やはり当面の間はお金とか、いわゆるゴールドとかはもう鉄板のものなんで、そこをなくなってしまうとかっていうのはちょっと意味がないかなという感じです。質問の3つ目、ドル崩壊の話ですね。ドル崩壊すると米国株式も崩れてしまうのかと、ドルの価格安は株高を生むと思ってるということですね。で、あと株高には止まらないような感じがすると。で、私の中ではドルの崩壊とかも全くないって感じです。基本的に 0% に近いという感じです。で、崩壊というかドル安になっていくっていう可能性はあるかもしれないんですが、そこの可能性も非常に少ないかなという感じ。で、米国という国は、エネルギーも今取れて、食料も自分のところで取れて、なんといっても軍事力がとてつもなくあるので、他の国の影響を限りなく受けないという感じですね。核を飛ばすしかアメリカに対抗する手立てはなく、核を飛ばすと全面核戦争になるので、それは
誰もがやりたくないので、まあ、今の米国を崩壊させることができないと。であとはまあ議会でお金を印刷できなくなるということがあれば米国がダメになっていくんですが、それも永遠にお金を印刷する権利を持っているのがアメリカという感じです。でまあ、今あとは二極化ですね。ロシアウクライナ戦争が始まってからロシア中国インド南アフリカとかですかね、あとブラジルとかブリックス連合で新しい通貨体制っていうのをこれからどんどん強化していった時に、アメリカ欧米 NATO 連合につくかそっちのブリックス連合につくかっていうふうに世界がもう分断されてしまって、その時に今までのような米ドルの役割がまあ果たせないって言った時に、まあ、ここで大きな問題が起きるかなという感じです。まあ、戦争になってしまう可能性が非常に高いと思うんですけど、まあ、ここはもう折り合いがつかないところにあるので力技の勝負になっていくかなという感じです。で、まあ、今実際には欧米 NATO 連合はコロナとコロナワクチンでもうだいぶダメージを受けているんで、これから先どこまで人が減っていくかということだというふうに私は思ってます。なのでその代替通貨ブリックス通貨が出てくるっていうことと、人口が減ってきて力を失っていくときにどこかでパワーバランスが崩れるかもしれないという感じです。でまあ対応策、まあ、いつも言ってる通りですね、もうゴールドの地金とアンティークコイン、あとまあ土地買える人は土地買って、本当の一点物の芸術品、あとはもう人脈ですね、まあ、人がいればまあ、食料品を手配してもらえるとかっていうところがあるので、この対応策としてはこんな感じです。で今日はちょっとまとめようと思うんですけど、まあ今本当にさっき冒頭の質問の一番で述べたような、もう原爆大震災日航ジャンボ様々なことで日本はとてつもなくいつも攻撃されてます。テロ的なその電力とか au とかっていうことはおそらく攻撃だと思ってるので、まあ、そこに対する防御策はやはりお金持ってるということと、いかにものを見れるかですね。だからニュース見てどう反応するかが全てなので、実際にまあこれ電力の逼迫が本当に7波の予告だったとすると、もうガードを固めていて、むやみに打たないっていうことが答えだったと思うので、まあ、そこの答えに行かないと非常に危ないかなという感じですね。まあ、これ2022年の8月23日に撮影してるんですが、まあ、今日本の政府からまあ PCR 検査海外から出る3日前にとかっていう直前の検査をやめていく方向性とか、もう全数検査をやめていく方向性とか、老人の高額医療費をもうやめていく方向性とか、いろんなパターンが出てきていて、おそらくコロナとコロナワクチンの話は一旦収束していく方向に入ったのかなという感じで、2番目のこの食料危機の話なんですけど、まあこれから起きていく可能性はあると思います。まあもちろんこれ天候不順とかが原因だと思うので、まあその時にはまあ備蓄あるといいかもしれないよねということです。あとはまあ田舎に住むにはお金かかるんで、田舎に住んでなるべく自給自足に近いところに行けるとそこはいいかなという感じで、3番目のドル崩壊は本当に可能性が低すぎるので、ドル下落っていうのはもちろん可能性としてあると思うんですが、周りの国がドルにかなわないってことですね。で、ドルに戦いを挑むと、さっきの様々な攻撃を受けて、潰されるので、ここに取り組むには相当な覚悟がないといけないという感じだというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人は、ぜひいいね、高評価をつけていただければと思います。あとコメント欄ですね、このようにご質問、今日はまあ3つ。お話ししたんですが、コメント欄にご質問いただければこちらの方で、動画作りのヒントになりますので、ぜひ、ご質問いただければと思います。動画の右下にスマホだと赤い字じゃないと思うんですが、チャンネル登録のボタンがあります。基本的にはアンティークコイン投資でお金を増やす、守る、経済から投資、今回の陰謀論とか支配者論とか心理の話まで幅広くお話ししてますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード概要欄に URL、あと LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私が発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレターを発行しているのと、もう本当にこれレアだからすぐ買った方がいいっていうコインをたまにお知らせしているのと、
あと動画1本見た人にですね、個別相談っていうのを Zoom で30分間オンラインでやっています。水曜日と日曜日にやってるんですが、まあ、今日時超えてコメントいただければ調整してやってますので、ぜひ、個別相談も申し込んでいただければと思います。基本的にアンティークコイン投資でお金を増やす、守ることについて個別相談してますので、よろしくお願いします。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。